就算叫我找什么童声来着。谁来找我？喂，你刚才说什么？你是谁？道上弟兄吗？不，这倒不是。算了，正好我问你，你对这条街熟吗？还算熟吧。这样啊，那么你知道一个叫童声的人吗？什么？童声，叫做童声的男人呢？为什么要找他？那是我族里老爹下的命令。虽然我有试着找过，但毕竟平常地盘是在赤羽嘛，对这里一点头绪也没有啊。是这样啊。好了，我们也算是有缘。你要是知道什么的话，随时来跟我说，可以吧？马上来找他说话，同声。好了，我不会跟你讲了。我们来去新。喂，那么快就要来找我打架了吗？大哥妈，不好意思，我有急事，没有空陪你啊。你有急事，不过我打算让你过去，所以呢？好吧，这倒是合理。啊！天哪，我打得赢吗？看我的无限拳击，轻拳无限断。哎呀！哇！哎！轻拳无限断被绕到后面。哇！包！我打得赢吗？对，这招强！哎呀！痛！被踩肚子。我吧，哎呀！天哪，他好会闪哦！哎呀！我抓你的！谁讲？他突然肚子痛了。应该可以赢弄。旁边好多人在围观了。哎呀，居然还挑拨，可恶！抓！哎呀！踢！又来，他又肚子痛。哎呀！赶快起来！抓！突然被扑倒！好痛！赢了哎！さすがや！嘿！你才是看起来游刃有余吧？
まだな、キルちゃん。你看他真的是肚子在痛。平常得随时做好准备才行，以便随时随地都可以对付他。哦，还有这种落地飞踢龙。哦，还有这样的。强化能力确认。有一个落地飞踢龙，冲刺助跑后使出飞踢。好，我刚刚打完，这边可以看体力的，我可能要再去吃一下牛洞。这边有不同的店，是这一家吧？你好，いらっしゃいませ。你是卖什么的？用餐？是什么 ？Takoyaki 吗？饮料单？是卖饮料的。这个葡萄柚那么贵，就什么都没加。这些酒都没加，会回血就只有乌龙茶。一定要配章鱼烧尝尝看。哦，章鱼烧 好，都会回满的，买一个便宜的，绝对好吃。章鱼烧，是，让我看一下章鱼烧长怎样嘛。ありがとうございました。只有商品照片。好了，我们要去南公关店。星辰，好，星辰差不多要开店咯，来吧。哎，お前何してんだ？店に何か用があるんですかね？哇，オーナーの和樹に用があるんだ。长这么粗犷也是可以当男公关的。どこの組のやつだ？あ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺、一目見りゃわかんだ。どこどう見たって極道マンだろうが。長得太像流氓。カズキさんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだ。なめんなよこれ。ヤクザって言や何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで、自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも、カズキさんはそうやってのし上がった。看来是很讨厌黑道的人。カズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。听不懂人话。人の話聞かない奴だな。うるさい！俺はこの店、命がけで守るんだ。男性员工来了。有了，把他困在这个角落。赶快补两脚。太慢了。哎呀痛啊。这个有痛。哎呀
这南宫官有点强耶，他血好多、哦。夫人，夫人，夫人。这什么？这什么？哎呦！哎，为什么？为什么？我刚不是已经把它推开了吗？哎，这怎样？换大扣鞋。不是要连打的意思吗？哎呦，我真的要死了。哎，为什么他都可以这样子？哎，这怎么打得赢啊？是我要先去练等级吗？再次挑战。哎，为什么？到底是为什么会被抓起来摔啊？哎，实在是很生气。然后趁这个时候多踢他几脚。因为一直偷抓。我就不相信。哎，气死人！要不是他那个抓技太作弊了。ユウヤ、熊仔，何やってんだお前？すいません、カズキさん、このヤクザが。お？道島のキリュウさんですか？え、失礼しました。这一回看起来就很像南宫官了。很像南宫官了。累死我！进来个公关店这么累。哦，我也肚子痛。请问你们这里有厕所吗？等一下，我觉得我是不是应该先记录一下，免得等一下死掉。你可以讲话。请问你们厕所在哪？女人攀谈50次。钟楼座位等候。钟楼，钟楼在哪？哦，楼上那里。楼钟楼的钟楼。这边还有一个人可以讲话。你好，客人，您是老板的朋友吗？我们这家店里的男公关，每个人都受到一辉先生的照顾。没有人要告诉我厕所在哪？我肚子痛。来了来了。すいませんでした。俺。
てっきり。いや、就说你听不懂人话。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、帮我回血就好。風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。はあ。何？昨日の深夜のことです。はあ。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが、堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。錦。それは俺。オーナー出さんかい。谁呀、啊？我肚子痛，还要下去解决这些事吗？島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。好，拜托你们了，我肚子很痛哦。你刚很会打，就交给你处理。すみません、探せちゃって。何とかして追い払いますから。好了，就交给你了。故意不去触发事件。讲是这样讲，结果还是要我去，还是要我来处理啊。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね。うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいっだな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや。おお、还是出手了。差点那桶就被砸了。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。哎，等一下，可我肚子痛啊。我不会被打几下我就死了。哦，我有两个帮手，就交给你们了哈。我先去旁边。对，架着他，架着他，不要让他跑了。哎，走开！哎，这个拿着刀的，谁叫你拿刀的？走开！啊！没办法，我就没血啊！关于利刃，哈哈哈哈。哦，好，就只能再次挑战了。再次挑战血应该会回来吧，满血应该就不会输了吧。来来来来来，
叫你拿刀子，刀子给我放下来，踹到你没刀子。哎呦呦呦！哎，不行不行，一定要先处理这个该刺死我的刀子男。哎呀！你也站到舞台上了。喂，我刚学到的，哎呀，哎呦，我被围殴了，我被围殴了。哎，你们在干嘛？你们在干嘛？帮我引怪啊！喂，喂，喂，还是先打刀子。喂。哎，有了有了，刀子难解决了。哎呦，痛痛痛痛痛！哎，赶快赶快，熊仔赶快来帮忙！原来你们家的男公关就只有两个人吗？多找几个。哎呀，我会不会又死在这里？我趁他们在打的时候。哎呦！哇！哎，哇！我就用这招就好了。哇！哇！哎，哎呦！哎哈！被闪过了，我的飞踢。啊！天哪，怎么大家血都还那么多啊？打不完呢。上次又揍死一个了。去！对呀！哎！哎！黑道不好当啊！哎，好像又解决掉一个，是不是？平爷，就是你了，送你死！耶，好，又解决一个。哎，阿鲁川跑出来了。啊！剩最后一个 BOSS， 耶、yeah! ！啊，让你尝尝被围殴的感觉。哦，换他肚子痛了哈。来，交给你们。耶！这 boss 血还有半条哎，还好我这边有三个人。哎，你们顾好他，我只负责从背后偷打而已。耶！耶！耶！踢你屁股！哎，不要打我，不要打我！
うわうわあーぴょんうわえっ抓得好对对抓住他对哎呀哎呀哎呀啊等会交给他来来来趁现在赶快打他趁现在趁现在哎他血的那么多这打得赢吗对对对对哎呀我觉得交给你们打我先去旁边看一下哦我快死掉了我帮你们补尾刀就好拜托交给你们 Go 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 哎捡取是哦我这里有刀哦对哎哎摔他嘿嘿嘿嘿哎刀坏掉了可恶交给你们交给你们快点我刚打他好几刀了哎还有东西打不赢啦这游戏没有什么可以带补血在身上的设定吗好有一个给你们来一个版本九合贵干哎这版本好强好了我快死了接下来交给你们了我去楼上哈他快死了哎精力饮料居然有这种东西哇还好我有上来来呀、啊你看我屁大家都不会动完全没有硬直所以我只能等 NPC 在攻击他的时候从旁边偷打就好了我知道我来当诱饵他们就会把他抓起来趁这个时候踢啊原来是这样子玩的哎抓抓他哦我到现在终于知道怎么用哎哎哎再抓他再抓他他要死了他要死了不想从后面偷打我你看他就是这样的我打他瞬间他就会想
终于赢了！哇，因为有你们力量的结合，哎呦！思い出した。あんた、道島の組長を殺して無所行った。これは島野の親父に最高の土産ができたわ。メイツダ。真的哎哦信吉信吉何やってんだこんなところでお島の組の縄張りじゃねえだろ次はねえぞわあ十年後信吉变好帅啊本当にお久しぶりですああ出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ錦。錦山さんなんです。果然。錦だと。関西の五代目、近江連合の本部長、寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今、錦山組の射程頭なんですどういうことなんだ兄貴錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんですだから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです信二おやさんは俺に話があると言っていたすぐにでも会えないか明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ登場会の金庫から100億。抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん。明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか、行く気ですかでも、また島の組の連中に見つかったら和樹言うだけ無駄なんだこういう時のこの人は但是你比较了解他哇交谈，先跟这两位男公关谈谈话。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いやー、おらすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。多亏有我，你们才可以打赢刚才那一群呢。十年ぶりのシャバだってのに。早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんてさすが兄貴バカ言え俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ喧嘩なんて本当に久々だ本当ですか兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか没有错最初のうちはなだが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまったおかげで模範囚になり10年で仮出所だあの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとまあそんなところも兄貴らしいですね全然おかわりなくて安心しましたよ変わってないかあれどうかしました我还欠你12万ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな自分でも技の衰えを実感していたところだった刚刚被插一下就死了そうですかでも兄貴のことですすぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよだといいんだがなそれで葬儀会場の件ですが
登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。ふむふむ、もう準備はできましたか？我要买一下保险。そうですか。では準備ができたらまた声をかけてください。改天再说。